ということでございますが、ちょっと刺激がした緊張されているということで、応援があったりでございますね。荒木としのみさんとですね、そしてミッフィーさんでございますが、登場でございます。はい、またね、このルトラックの荒木しげるさんの渋いリムシギのギターと、そして爽やかなですね歌声を、ね、聞かせてくださいます。皆さんどうぞお楽しみくださいませ。はい、この後はですね、七海さんの登場ですね。でそしてその次がですね、山口香里さん、ゆうさんの登場となります。どうぞお楽しみに。はい、ちょっと音がですね。なんか、叩きそうですよね。叩けそうな感じがしますね。よろしいですか。まあですね、よくライブではですね、ハプニングが好きものということでですね、音が出なかったり、割れるような音が出たりということがございますけれども、まあそこもご愛嬌でございますね。もうだんだんね、バカ状をこなしていくと、ああまたこれかぐらいの感じでですね、セッティングはあるんですけれどもね。富蔵文工房の皆さんでね、今回初舞台を踏まれた方はですね、どんどんこれで、ね、経験をされて、長崎バンドドアのね、方にも出演をされて、どんどん慣れていって、演奏曲も増やしていって、音楽人生をね、楽しんでいただきたいななんて思うんですけれども、いかがですか。ですね、もうちょっと内容でございますね。今回はですね、10周年記念ということで、多くの皆さん、今日本当に来たかったんだけれども、今日仕事で来れなかったとかですね、本当残念で、本当お祝いの、ね、言葉を送ってくださった方が多くおられます。本当ありがとうございますですね。皆さんね、今日は、ね、こちらにねご参加できた方、本当皆さんもお仕事ね、いろいろなね、なんかお時間の中ね、お組み合わせの上お越しいただきまして、本当にありがとうございます。長崎バンドの輪とトミーズ音楽工房が共に10周年を迎えるということでですね、教室で、トミーズ音楽工房で生徒さんたちに曲を教えていながらも、また土日祝日には長崎バンドの輪でイベントがあっているということでございまして、ちょっとお待ちくださいね。うちの久富正幸なんですけれどもね、皆さんの曲が課題曲ではないので、それぞれの皆さんの曲を覚えるわけですよ。生徒さんは今40人近くおられるんですよね。で、瞳の課題曲が3曲ということで、ね、資産中に120曲ぐらいね、覚えることがあるんです。知ってる曲ならいいんですが、何ですか、時々皆さんも知らない、ニコ動とかの ね、あ、大丈夫ですか。はい、ではお願いしたいと思います。グッドラック荒木しげるさんです。どうぞ。Yeah.
ありがとうございました。